カ娘のココロダシレブのビタミンリーダーのひとみんこと今井ひとみです。今日はカンナと一緒に、いやカンナに負けないようにブログの更新頑張りたいと思います。はい、海辺の渚のように美しくてこがチャームポイント、男前女子渚です。よろしくお願いします。いきますよ。神様仏様カンナ様、ありがとうございます。今日100回ブログ更新、皆さんもお手伝いお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。親しみやすさをもっとに、みんなにもっとなどを届けます。みぽりんこと秋山美穂です。みんなに恋してえくぼに恋して、ありがとうございます。レブ1のベビーフェイスミッキーこと鷲尾美希です。ハローハローダッチです。レブ1のダジでおっちょこちょいのアイドル、今日も 773% 頑張ります。ナッチです。お騒がせおっしゃいおっしゃい、福岡のお騒がせアイドルゆうなです。よろしくお願いします。サンドーガーハイ、ビーバーといえば眉毛といえば福岡といえば、ありがとうございます。高校1年生16歳のほなみです。はい、皆さん大きな声でお願いします。ウッキーラッキー、私はユッキー。ありがとうございます。これからたくさん楽しいブログを上げていきたいと思います。ユッキーです。よろしくお願いします。お願いします。そしてカンナちゃんは、はい、千年に一人の逸材というね、本当ありがとうございます。藤原の道真以来の逸材だと藤原の道真以来の千年前の、そうなんですか。そこまで行っちゃってどう、ね、そうやって言われる。いやもう本当すごいびっくりしてて、皆さんに言っていただくことは嬉しいんですけど、うん、あまりハードル上げられると本当は困難なんで。いやいや、でも十分ね写真1枚から始まったんでしょ突然。そうなんですよ。これ周りのメンバーどうだったの、こう急に、ね、みんなもフューチャーされることになったじゃん。そうですね、嬉しかった、嬉しかった、純粋に本当嬉しかったですね。あ、本当、はい、自分でなんとか奇跡の一枚あげようとしなかったの自分にとって私だってみたいになんなかったの、みんなでちょっと気持ちだけ、うん、気持ちだけ、気持ちだけありましたどんなポーズする、あ、俺らも、はい、じゃあ1回目いいかな、なんかすごい厳しい目でお前ら入んのかよ、お前ら入んのかみたいなここいいんですよ、はい、撮ってお願いします。俺らが入ってない時撮ろうとするのもやめてくださいこれ意外と、はい、はい、はい、行こう、はい、行きますよ、はい、はい、チーズ、よいしょ、でしょうか、上がりました、はい、お、来た、お、来た、あ、来た、あ、来たね、来た来た、あ、あ、こっち、こっち、ってる、ちょっとこれ俺ら前出すぎてやべえんじゃないか後でこれ言われるパターンじゃん、これなんか荒れるんじゃねえかこれさあそれではですね、なんとここで、はい、ねえ、レブフラム DVL の橋本環奈ちゃんがブログランキングナンバーを目指すということで、すごい方がお祝いに駆けつけてくださいました。新ブログといえばスマートフォン向けのブログでございます。スマートフォンといえばこの方です。すごい簡単です、すごい簡単。ハロー、アイムスティーブ・ジョブズ。ニュー iPad mini デビュー。ニュー iPad mini デビュー。Right. ニュー iPad mini。どんなんだろう。Is this 出ました。なんか可愛いです。All new design。お、あ、本当。赤いの見たことない。フルプラスチックバッグ。Paint。ちゃうんですね、そのまま、はい、ペインティング、ルック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 、見てください、ルック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 、おーアメージング。レブフラム DVL、 あるあるいたい、レブ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 、最初は読み方に迷う、ありがとうございました。ズバリ、はい、ライバルはどこ、誰ですか。ライバルですか、
模範解答言いますよ。自分です。高校生になりますとね、普通の方はやっぱりこう恋愛というのが入ってくると思うんですが、まあそのあたりはいかがでしょう。私女子校なんですけど、まあ女の子あのレブメンも含めて好きなので、そういった意味でもね。はいね。はい。まあタレントとしてその人間として、うん、そしてアイドルとしてこう恥ずかしくない行動を取るっていうことはまあ禁止かな、イコール禁止じゃないかなと思います。しっかり言っとかないと後で大人に怒られる可能性があるからね。ここ重要です。大丈夫ね。はい、アンナちゃんはあやべさんの印象っていうのはどうですか。あやべさんの印象ですか、うん、あのいろいろポスター撮りとかそうなんですよ、させていただきましてちょっとね、ポスター撮りではリポリンとなぎさちゃんに、うんバッてしてました。胸毛を見せてたんですよ。ちゃんと言ってくんないとものすごい卑猥なやつになっちゃう。